はい、67年目終了です。クラシックナショナルリーグなんですが、ガチで挑んでみましたが、順位は4位と、12試合も取りこぼしちゃってますね。ちょっと多いですね。で、今回はね、先日じゃんけんやって、今回は指示だけ変える、あと選手交代なしっていうのでやってみました。前回とちょっとね、その指示を変えてみたんですが、守れにしても、まあ、似たような成績だったので、やっぱりね、あの戦術じゃんけんを押していくっていう方法はちょっといまいちだったのかもしれないですね。また後でね、ちょっと戦術別でちょっと見ていきたいと思いますが、今はちょっとサクサク試合を進めていきたいと思います。今年回のワールドカップまでカット。はい、じゃあね、ワールドカップ直前まで来たんですが、今回の結果を見てみても、指示をしたのと戦術じゃんけんはあまり関係なさそうですね。ですね、結局負けたのがね、やっぱりカウンターで主に負けてる、中央突破でも負けてる、でサイドとポゼッションに関してはトルコが絡んでくるんだね。トルコとね、ギリシャが相手になってるんで、そこで取りこぼしてるっていうことを考えると、やっぱりね、カウンターとかのね方が弱いんでね、そっちでね、やっぱり取りこぼしちゃってるんですよね。で、面白いもんで、トルコ、パラグアイ、ギリシャが強いのは分かっている。で、それ以外のチームなんですけど、マグはどうもあれですね、あの能力的にはめちゃめちゃ低いはずのね、ベルギーには1回取りこぼしてたりするし、ウクライナ、ベルギー、アイルランド、ナイジェリア、この4チームでね、この2年間こぼしてるんですね。うん、アイルランド、ナイジェリアに似たてはまずいね。1個も勝ってないっていうのはね、やっぱ舐めてかかっちゃいけない相手なんでしょうね、そのタイミングがね。さあ、気を取り直してワールドカップいきますよ。ちょっとね、ロテペギさんずっと出てこないっす。なんだろう、スペイン行こうかな、次。なんかあるのかな、気のせい。まあ、とにかくブルーインパクトで今4万8000です。ここでさらっと優勝できれば、それに越したことはないんですが、コンディションみんな悪いっすね。こういうところもね、ちょっと兼ね合いでね、なかなか勝てないんでしょうけれど、まあ、そんなのはしたことない。サクッといくぞ。じゃあまあ、予選の方はね、まあ、さらっと終わるでしょう。よし、じゃあここはまたカットしまーす。はい。ちょっとね、音楽の切れ目を待ってからね、今喋りましたけれども。さあ、今回こそは頼みますよ、本当に。で、スペイン、リーグはこんな感じです。はい、首位で通過。もうね、余裕でしたね、本当にね。ここまではね。まあでも、前々回はね、ここで負けてるからね。油断なきようにね。さあ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 、お願いします。1回戦。なんかこう、強いチームは勝手に潰し合ってくださいね。いいですね。なんか1回戦でリズムですごいところと当たるんだ、うちは。どこ？イタリアかな？おい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 、なんで一発目なんだよ。あれ、しかも何、出場できない選手とかで、ちょっとなんか嫌な予感しかしない。え、フォーメーションコンボ崩れた。何やってんの、司令塔なんていないよ。最悪。これは最悪なの来ましたね。つまりこうでしょ。ほら、フォーメーションコンボなくなっちゃったよ。いや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 、そんなことやってくる。あ、これだったら右ウィングも入れとけばよかったね。ペドロ・ロドリゲスが生き返ったかもしれない、本来なら。いやいや、ちょっとひどいじゃないの、やってくれるね。もういろんなフラグが立っておりますけれども。アルジェリア、なんということ。じゃあ、これはもうしょうがないんで、戦術じゃんけんするしかないからね。ここに来てそんなことになる。じゃあ、まず、中央突破なんで、
イタリアがね。なので、じゃあ簡単にするしかないですか。だよね。少しでも強くなる？これ。これペドロ・ドリゲスとフォワードできないもんね。これ、ただ、ちょっと連れてきただけなんだよね。いや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 、能力も高い選手いないし。いや、これ参ったな。まあでももう身動き取れねえしな。これで行くしかないのか。あれあれ、なんで俺今変えなかったっけ。カウンターに しない。3万8千まで下がりましたけど。これを、あ、まあでもそれでもうち勝ってんだ。まあこれで勝たしてよ。じゃあダイジェスト見ましょうよ。なんか終わっちゃうかもしんないからさ。でもね、あの優勝できなくてもいいからさ、上の方まで行こう。そうしないとあの経験値もらえないんで、まずレベル50まで行きたいじゃない。その前に優勝してもいいんだよ。ね、頼ます。奇跡を起きぐれ。まだ決勝にも行ったことないんだ。おー、ギャオギャオギャオ。もうさっさと点決めよう。ほんと星4アルバロモラタ欲しいな。出てこねえかな、本当に。早くテクニカルセーブ。ああ、決まった。おー、強い、おー、強い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 。やっぱね、うちはね、あれなんだよね、キーパーがデヘアだからね、いいんだけど、フォワードが星3ってのはね、もう不安材料でしかない。イニエスタ。よいしょい。あ、これは大丈夫そうですね。いやいや、案外これ、あれかな。戦術じゃんけんになってくれてるおかげかもしれないよね。褒め込んでやってたらもしかしてイタリアに負けてるかもしれない。もう大びれ。なんで PK とか与えちゃうの。またこれで退場とかしないですよね。大丈夫？おお、いきなり？頼む、頼む。点取ってくれ、点取ってくれ。あー、コーナーキックくれ。くそー、ブフォン。いや、もう一回、もう一回。こないだのブラジルの件があるからさ、こっち3回か4回ぐらい光ってんのに、あ、光ってるっていうか、チャンスなのに1個も入んなかったからね。たった1回のブラジルに負けるっていうね、あの苦々しい思い出があるからね、心配でならんのだよ。よし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 。いきなりの苦難を乗り越えましたよ。いや、フォーメーションコンボ崩れると思わなかったからね。ただここ戦術じゃんけんで乗り切っちゃったもんだからね。どっちがいいの、やっぱり。よいしょー。よし、経験値増やしていこう。経験値ちょうだい。さあ次の相手はどこ。ブラジル。ブラジル。前回の恨みをここで返さねばならんのだよ。はい、ブルーインパクト48000。それにしてもイニエスタがふにゃふにゃになっちゃってるな。コンディションがここに来て整わないってのもね、また良くないんだよな。まあもうしょうがない。あ、でもさっき選手交代したな。それやめよう。こういうの大事だよ。選手交代はあの経験とかね、育成のためにならね、あの逆にむしろした方がいいんだよね、今までの差がつくで言うとね。なんだけどこういうね、もう勝ちをね意識してる時にはね、交代したらダメ。褒め込み崩れちゃうから。大丈夫ね、オフにしてね、褒め込みを最後まで維持していただいて。さあ行きますよ、ブラジル戦。こっちの方が上なんだよな。こっちの方がさ、お願いします、ダイジェスト。俺ね、ついつい守れにしちゃうんだけど、これ何がいいのかな、指示ってね。でもね、頭から飛ばしていけば不安でしょうがないでしょ。なんか点差がついてる相手の時にはね、マグはよくやるんだけど、点差じゃない、あの総合値ね、
なんだけどね、やっぱこうビビリな部分が出ちゃうよね。よし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 、お願いしますよ。お願いしますよ。決めてくださいね。おお、今回は一発で決めてくれた。ジョレンテ、お前が外しまくったんだよ、4年前は。本当に頼むよ。数値通りに、数値が上な方が勝つ。数値が上な方が勝つね。実力通りにね、サッカーはね、その実力通りに行かないから面白いなんてね、世の中の人は言うけれど、実力通りに勝ってもいいんだよ。よし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 。ジョレンテ、今回どうしたの。今大会はちゃんとゴール決めるじゃない。よし、終わろう終わろう、もう。もう余計なことすんなよ。体調とかそういうのもダメだよ。怪我とかもダメだよ。おい、よし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 。今大会こそは、今大会こそは、悲願のワールドカップを優勝するんだ。お願いします。初優勝させてください。よし。次は、アルゼンチン。どうなの？アルゼンチンどうなの？続けていきます。続けていきます。あ、すごい。こっちのが、前日じゃんけんまでハマってる。お願いします。何も起きるな。何も起きるな。数値通りに、余計なことはするな。数値通りに、実力通りに行ってちょうだい。お願いだから、数値通りに行こう。ね。余計なことはしなくていいんだから。数値通りに行こう。これだとブルーインパクトの、あんまり意味がない感じもするけれど。よし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 。よしよし。実力通りに。波乱なんかいらないんだ、波乱なんか。どこにボールがあるんだ、イスコ。よし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 。そのまま行こうぜ、そのままね。実力通りに。ね、今大会のワールドカップみたいにね、あんな波乱はいらないんだ、今回も。実力通りに、優勝候補が、外すなよ、もう。そういうとこだよ、そういうとこだよ、本当に。PK になってしまいました？イスコ！あ、そういうところちゃんと俺蹴ってない。あー、よかった、決めてくれて。あれ、俺セットプレーとかあそこら辺何にも決めてなかったかも。イスコが蹴り出してちょっとびっくりした、今。あ、そうだ、イニエスタがバツになっちゃってるからか。頼むよ。何にもね、3点取ろう。3点取ったっていいんです。OK！ うん、外すの相変わらず多いな、うち。やっぱりこう、なんか、いい選手が前線にいないってことなのかな。いや、そんなことはない。我々のスペイン代表は活躍してくれる。よし、とどめもさぞ。あ、みんな赤いね。ちょっとスタミナがないんだね。コーナーキック行こうか。あ、行かなくてもいいか。もういいよいいよいいよ。終わろう終わろう。決勝戦に行きました。マグ史上初の決勝戦です。66年でいよいよ初めての決勝戦を迎える日が来ました。いやー、ちょっと一旦動画を切ろう。落ち着こう落ち着こう。はいはい、落ち着こうね。ちょっともう一回代表のこれ見てね。ちょっとでもコンディションがいいやつとかいない？イニエスタまだダメ？でもイニエスタ使いたいな俺。あ、でもブスケツがふにゃんふにゃんしてる。でももう何もいじれない。もういじりたいのはセットプレーのところの役割か。全部イスコになってんだ。でも他に頼れる人がいない。本来ならイニエスタにしたいとこだけど、ごめん、コンディション重視にするね。それともやっぱりイニエスタの方がいい？どっちの方がいい？変わんない？え、むしろイニエスタ入れた方が下がる。やめよ。じゃあ、これでいこう。これでいこう。イニエスタごめんね。神戸で頑張って。さあ、いきますよ。どこが相手は？イングランド。ドイツじゃない。さあ、どうなるんだ、これで。お願いします。よし、戦術じゃんけん変なの風にならない。数値は、こっちの方が上。実力通りに終わろう。いいね。これがイングランドのメンバーで、なんか星5とかがいないね。良さそうだね。5万とかいってないんだもんね、まずそもそも数値がね。このまま行こう。
いいですね。余計なことはしなくていいんだよ。ね、じっくりとこうね、実力通りに終わろう。実力通りに。今回は運がいいかもしれない。お願いしますよ。何も変なことするなよ。もう本当にこれしか喋れない今日。いや、ドイツが来なかった。マグはね、いつもね、ドイツに負けてたんですね、今までね。お願いだからね、よいしょ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 、頼む、先制して、お願いだから、先制して、ジョレンテ、何してんの、ジョレンテ。ビシッとこうシュートしなさいよ、本当に。よー、もう一回。お願いしますよ。ブスケーツ、ジョレンテ。いつこんな何をして、ボールのクロスバー、ちょっと本当に、じゃあ本当に、あの、数値通りに行こうね。ちょっとなんかこっちね、スタミナが赤くなりやすいんだ。先に点取ろう。おぉ、先と、もう点取ろう。延長とかになったら絶対ダメだ、これは。どこにあるんだ、ボール。よし、決まったか。よし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 。よしよし、これは初優勝の期待が、高まっております。このまま何もぎるなよ。おーし、おーし、2点取ったっていいんだよ。これはいけるか？よーしいよいよ来ました。念願の、何をしてんの？ちょっと余計なことしないでくれる？あの、謎のゴールとかしないでよ。今回は。おーし、よし。来ましたようやっと来た66年目初めてのワールドカップ優勝。いや、実力通りに優勝したんだよ。ただ単にそれだけの話で波乱がなかったよ。いしょ、やっぱ確認した方がいいんだね。あー、よかったよ。初めての優勝です。ああ、もう、よかった。結局50までいかなかったね。5万までいかないと優勝できないのかと思ってた。ああ、どのようになってるんですか、結果は。いや、もうちょっとこれしばらく見とこうかね、これね。優勝ということでね、これ動画を撮ってんだよ。これ動画を撮ってんのにね、あら、ね、もう手が震えておりますからね。もう急に音がなくなっちゃったよ、ね。今これ何してるか分かる人は分かるかな、これね。これを撮りたかったんですね本当に申し訳ない。一人ではしゃいじゃって。もうとっくに優勝してる人たちにとってみたらね、その気持ち分かってくれると思うよ。初優勝の時の気持ちをねえ。報酬って何もらえんの？いや、もうこんなもんですか。それあんまり変わんないんですね。いや、えがった。次はどこでやろうかね。日本かな、やっぱり一番強そうだもんね、日本の方がね。でも、ロペテキさんどうしようか、いらなくなっちゃったね。というわけで、優勝しましたよ。ああ、ちょっと疲れちゃったね。次どうしようかな。考えてなかったんですよね。次、あれだ、育成のことも考えなきゃいけない？育成のことも考えなきゃいけないから、あ、今回はかなりの大物選手をリストアップできたみたいですよ。ねえ、もう、誰かが来るんでしょうね。おめでとうございます。ありがとうございます。かっこよかったって言われちゃったよ、もう本当に。優勝したおかげでスペインとのコネクションが広がりましたね。より優秀な選手がスカウトできそうです。というわけでね、なんかいろいろ起きるみたいですけれども、じゃあちょっと先にリーグを選択しましょうか。ちょっとね、育てる選手が出てきちゃったんで、またクラシックやりましょうかね。で、またクラシックで育成の年にしまーす。うん、お金もらおう。
はい、というわけでね、じゃあ一個ずつ見ていきましょうか。あ、そうだ、星5弾けるじゃん。あ、星5弾けるじゃん、弾こうよ。ねえ、いいね、いいね、弾こうよ。そうだ、星5もらえんだよ。来た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 、これも受け取っておきましょう。で、プジョル？プジョルだっけ？もらえんだっけ？もらえるんだっけ？買うの？これもしかして。見たいっすね。400だから買えるっちゃ買えるね。さっさと。これをね、あ、もらえるんじゃないんだ。もらえるか、あ、組み立てセンターバック来ました。いよいよ星さん、ムスタフィートとおさらばができそうです。これでまたさらにブルーインパクトは強くなる。プジョン。ただあの、ガチャじゃないから、そんなに強くないんだっけ。まあ、でも、契約させていただきます。あざーす。ああ、いいですね。クラブの力になるよ、必ず。ねえ。というわけで、プジョンをゲットしましたよ、と。でですよ。ちょっと一旦動画切ろうか。心配だからね。心配だからちょっとお待ちくださいね。はい、じゃあね、ここでね、変なことしないでよ。あ、星5選手を獲得するっていうのがあるんだね。よし、じゃあ最後にね、一丁ね、なんだよこれ、びっくりマークついてんの。なんか追加されたの？もらえるの？なんで今びっくりマークついてたの？ここに。ほら。買わねえっつうの。よし、じゃあね、ちょっと寄り道しちゃった。じゃあ行きますよ。かぶんないでちょうだいね。かぶんないでちょうだいね。星5選手確定。内容一覧。どこら辺が引けるの？あ、9カードも入ってくるのか。ってことは、ズラタンかぶっちゃうんだな。ロナウドも。カゼミロ、バラン、アルバ、ジャゴシューバ、デヘア。あら、なんかかぶるんだね。全部入ってきちゃうんだね。あ、全部入ってきちゃうんだね。なんか怖いね。今回のワールドカップとかそこら辺のはね、混ざらないんですよね。ああ、ちょっと怖いね。本当は引くの怖いね。ちょっとね。で、何を取ったら今、マグの中で、かなり、良さげな、ちょっと試合に使えてね、なおかつ楽しめるっていうのは、今のところ多分ね、オフェンシブミッドフィルダーなんですね。あとね、両サイド。とは言ってもね、デレアイ、アザール、コマン、デブライネ、ここら辺になるのかな。今一番いいのはね、多分ね、オフェンシブミッドフィルダーです。トップ下が欲しいです。ハメス、コケ、オグバ、ブライネ、ここら辺が出たら嬉しい。ただね、ちょっとね、もう今ので嬉しかったからね、なんか今日かぶりそうな気するね。なんかね。でも、いや、今の俺は何もかもがついている。よし、行くぞ。持ってないちょうだい。持ってないのちょうだい。お願いします。お願いしますよ。本当にお願いしますよ。誰来るのかな？え、何にもコメントなしとかあるの？それ優秀なの？これあるの？こんなの。おい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 。騙しませてくれんじゃねえか、セガさんよ。本当に。ねえ、俺に何を聞かせてくれるのかね、教えてくれないんだね。じゃあ行きますよ。本当に何が出るかわからない。ポジションもわかんないんだからね。お願いします。誰なの？誰が来るの？誰が来るの？セルヒオラモズー！センターバック多すぎ。全員使えないよ。まあでも被んなかったからいっか。セルヒオラモズって、どこだろうどこだろうじゃない。まあ、国籍で言うとスペインもう終わっちゃったんだけど、あれ
カバーリングじゃなければいいんだけど。で、セルヒオ・ラモスってのにコメント出ないぐらいの人なの？コメントないの？まあまあまあ、被んなかったからね。被んなかったからいいです、いいです。いいですよ。いいですけれども、だ。なんかさ、こう、なんか、なんだ、あの、スキルっていうのなんだ？そのもう、テンパっておる。カバーリングはいっぱいいるんだよ。セルヒオ・ラモスって何？同じのやめてね。お、やった、ディフェンスリーダー持ってないっす。来た。来た、これ。ディフェンスリーダー持ってないんです。星4ですら持ってないんです。あら、なんかこう、夢が広がる感じじゃないですかね。こんなに、いいですか、今回。あら、なんか楽しみ増えちゃったね。ほんとに、これでクラシックも優勝できちゃうんじゃないかな？本当にもう調子乗りまくりでございますけれども、ここら辺でおいとましましょうかね。いや、じゃあもうこれを終わりましょう、これでね。今回多分これ一連の流れで多分一つの動画だ、これは多分ね。いや、そういうわけで、まだまだ、サカツクはマグを楽しませてくれるようだ。ではでは今回はこの辺で、また次回お会いしましょう。じゃあねー。よっしゃー、初優勝ー。ほら、留学留学。